さあではではやっていきましょうよ。孫悟空身勝手の極意の極限 Z バトル攻略解説です。いつもありがとうございます。オスボンバー徳島の番組です。頑張っていきましょう。はい。で、並びなんですけど、これね、そう、朝の今朝の動画と一緒の並び、で行こうかな思ってます。よろしく、よろしくどうぞ。このナウローディング遅い、なんだろう。みんなチケット出た？ほんでチケット出ましたか？どうでしたか皆さん、チケットはどうでしたかい？なんかちらほら出てませんっていうお声がありますけども、もうね、もうまだ流石貯めれると思います。まだ貯めれる、まだ大丈夫なはず。でここで必ずちょっと伝説の力リンクをかましたいですね。うん。ところでゴッドバインド悟空で受けれるのかな。いや受けれるはずだよ、ね、でも宇宙渡る戦士じゃねえからな。でもダメージ軽減 77% 軽減してくれるしね、果たしてどうなんかねっていう話なんですけども、まあ結局時と場合と運ですね。ほんまはゴッドバインド悟空じゃなくてカリフラ姉さん来てほしかったんですけどね。カリフラ姉さん、うん、全て避けてくれるからね。うん、まあ劇場版ヒーローで言ったら安定でしょ。すぐにクリアすることできますねっていうところで、いかがだったでしょうか。今回この動画では、孫悟空身勝手の極意の簡単攻略解説をお届けしたんですけども、まあ劇場版ヒーローで言ってください。うん。ナウローディング遅いのは気にしないでください。私は今から丸の中でネギと納豆を買って買えるんです。そういうことです。おい、マジで遅い、こら！あれ、なんでなんだろう。うん、まあいいや。まあそんな感じで、皆さんも劇場版ヒーロー、で、技属性寄りで、ね、ゴッドバインドとカリフラ入れたら大丈夫かと思いますんで、やってみてちょうだいというところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。